日本にあるクロード・モネ作品一覧では、フランスの画家、クロード・モネの日本で所蔵が確認されている作品を挙げる。1994年に開催されたモネ展の図録によれば、その当時日本国内に存在していたモネ作品は100点を大きく上回っていたという。なお、同図録によれば、モネ作品のうち第一次大戦以前に日本へ持ち込まれていた、 モネ作品は以下の4点のみであった。ベリールのライオンガンとジベルニーの庭の少女は美術賞、林忠政の急像である。林は1880年代からモネと交流があり、モネが所有していた浮世絵のコレクション292点には、林の取扱品であることを示す、林忠政印のあるもの17点、我が家親父印のあるもの14点が含まれる。 上述の2点のモネ作品は1906年の林の死去後、1913年にアメリカで競売にかけられた。これら2点が日本で一般公開された記録はない。ただし、1910年頃に雑誌、白樺道人の詩が直や、武者の工事さねやつ、里見トン、山脇新徳が林邸でこれらの作品を見たことが記録されている。 サンシメオンの道と門章公園は住友,友とモイトの旧造品であり、林田魂の仲介で1897年に日本へもたらされた。これら2点は同年以来日本で保管されている。1968年には中山君夫と黒江光彦が国立西洋美術館年邦に日本所在のモネ作品と題する報告を発表している。 これは1961年度科学研究飛行付近の助成を受けた日本所在の欧米美術品の調査の一環として調査されたものであった。当時、日本所在の欧米美術品は所有者の変更、海外への輸出等により、その実態が不明確で美術史研究に支障をきたす事態になっていた。このため、国立西洋美術館と 国立文化財研究所所属の研究者からなる調査チームは関係者からの聞き取り、文献調査などの組織的な情報収集により日本国内における欧米美術品の所蔵実態を明らかにしようとしたものである。この調査の対象の一つとしてモネが選ばれたのは日本には古くから印象派絵画に対する愛好があり、特に日本で人気の高いモネに関しては 調査の成果が期待されたためであった。同報告には、国立西洋美術館の所蔵品のほか、当時未公開だった作品を含め、全部で38点のモネ作品が日本に所在するものとして報告されている。本一覧には、以下の展覧会に日本の個人所蔵として出品されていた作品を収録する。なお、 個人所有のモネ作品で日本国内の美術館に帰宅されているものは一覧の方に収録した。ありがとうございます。